おい、何か来たぞ。マリサが出なさいよ。そっちが近いんだから。タフ。てか、今行くよ。何度も鳴らすな。もたこらせずにとっとと出やがれ、この薄らボケが。おーいて、何も殴ることないだろ。うん、召集令状？なんだこれ？あれ？マリサ？どうしたの？霊夢、マリサ、久しぶりだな。動画の続きをやるぞ、うく虫。なななな、な、なにこれ。動画の続きって、うく主はゆっくり動画作るのが難しすぎて、子供みたいにパソコンぶっ壊して逃げたとかっていう話だったでしょ？もうダメだ。おしまいだ。うむ、それで事実上、このチャンネルは終わりだと思ってたがな。そんなことはないぞ。この空白はあくまで知識を増やすための準備期間だ。なので今日から再開することにした。いや、でもさ、また続かなくなって逃げるんじゃない？いや、そんなことはもう絶対にないと思うかもしれないと思う。やっぱ、また逃げそうだな。だわね。さてと、どっから始めるかな。長いことやってなかったんで、すっかり忘れちまったな。ほんとだね。あと、BGM やレイアウトも随分変わったんじゃない？うむ。今回はまあ、再開一発目ってことで、かなり気合が入っているようだぜ。さて、とりあえずはこんな出だしでいくか。1602年黒田幕府と徳川幕府の成立。徳川家が天下統一した時の直轄領400万石に対し、黒田家が奪取した領地は合計で1100万石、残りは700万石余りとなった。あら、思いっきり削られちゃったのね。確か、改易や打ち首になった大名がいっぱいいたんだっけ？だな。詳しくは前回のもしも関ヶ原の戦いで徳川家康が負けていたら？後編を見てもらいたいのだが。まあ今回は論功交渉&おさらいってことで、その顔ぶれをざっと見ていくか。まずは関ヶ原直前の領地分けを紹介しよう。これがわからないと論功交渉で諸大名の領地と国高が、どう変わったのかがわからないからな。前回の動画でも論功交渉めいたことは紹介しているのだが、これはあまりにも大雑把すぎたという、うく主の反省も込められているらしい。相変わらずガバガバね。だな。ということで北から南へ順番に見ていこう。ちょっと待った、この変な配置は何なの？ああ、これな、表示スペースが足りないので、こういう配置にしないと全部表示しきれないのだな。うく主も足りない頭を振り絞って、血気道を吐きながら作ったそうだぜ。ああ、そうか、かなりキツキツだもんね。うむ、これからも配置がくるくる変わるが、これは動画の都合上許してほしい。あと、ここからはしばらく字幕もなしになるが、問題はないと思う。仕方がないわね。だな。じゃあ始めるが、まずは津軽為次4万5千石、南部信長10万石、秋田実末10万石、戸沢政盛4万5千石、小野寺義満3万石。次は少し南に下っても最上義満24万石、伊達政宗58万石、上杉景勝120万石、村上義明10万石、溝口秀勝6万石、相馬義実5万石、岩木忠隆12万石、堀秀政30万石で、この辺りまでが東北地方になる。この後の関東から中部地方はかなり多いな。まず、東軍総大将の徳川家康が255万石、里見義康9万石、大関助益1万3千石、成田康親2万石、佐竹義重54万石、結城秀康10万石、真田昌幸は、長男信行の分も含め9万5千石となる。次は少し西に移動して、森忠政14万石、石川康長10万石、戦国秀久6万石、両国高友10万石、浅野幸長は父の浅野長政の分も含め、21万5千石だな。さらに前田利長83万石、丹羽長重12万石、金森長近4万石、青木和則20万石、稲葉貞道4万石、織田秀信13万石となる。ちょっといい？なんだ？金森長近さんって、隣の丹羽長重さんと比べてもかなり広い領土持ってるけど、なんで石高が4万石なの？ああ、ここは飛騨国というところで、山が多いために稲作をできる面積が少ないからだな。そのため中世以前は国家権力が容易に及ばない秘境とされていた。例えば現在の北アルプスなど、日本有数の鉱山がここに連なっており、なかなか人を寄せ付けない土地柄だったから稲作も満足に普及しなかったわけだ。なるほど。そういうことだったのね。あと津軽為次や南部信長なども広い領地に比べて石高が少ないと思わないか？そうね。なんでなの？
ここは現在でこそ米どころだが、当時は北杉でめっちゃ寒く、この頃は寒冷地に適した稲がなかったため、この陽国は稲作に不向きな土地だったのだな。あららそうだったんだ。まあ、南の方なら稲作も一応可能だったが、太平洋側は夏の期間が短い上に山瀬という強風が吹き荒れ、冷害による飢饉が頻発していた。お大官様、お助けを。あらら。要するに稲作に適した土地かどうかが一番重要で、山が多い地域や寒い地域では、米の収穫量が少ないのだな。逆に関東以南の温暖な平野などでは、土地が少なくても多くの米を収穫でき、石高もぐんと高くなる。なるほど。当時の人たちはお米作りに苦労してたってことなのね。うむ。東北地方は特にそうだな。この稲作は後で重要なファクターになるので、覚えておいた方がいい。え？それってどういうこと？いや、そこは一口では説明できない。ストーリーが進めば分かってくると産主は言ってるな。ふん、そうなんだ。じゃあ続きをやろう。次は中部方面だな。まずは西軍の主領だった石田三成が19万石、大谷義継5万石、木下勝利8万石、前田源義5万石、細川忠興12万石などだ。ふむふむ、この辺りは領地の面積が小さくても石高が多い国もあるわね。うむ、例えば三成の北近江周辺も、この当時は有数の米どころだったし、三成自身も内政上手な男だったので、石高はかなり高いな。なるほどね。あと言い忘れたが、木下勝利の8万石は弟の年下の分量3万石も含めた石高だ。ああ、左側の爪のようなところね。うむ、若さも狭いが米の収量は高い地域だな。あと細川忠興は文後の筒木にも飛び用、つまり遠隔地の領土の6万石があり、合わせると18万石になる。この飛び用には筒町ってのがあるのだが、ここは関ヶ原の時に女性が率いる黒田勢と、文後の元領主だった大友宗麟の息子、大友義宗が激突した石垣原の戦いが起こったことで歴史上有名な場所だ。ふむふむ。まあ、戦いの中身についてはまた脱線するから詳しく触れないけどな。さて、お次は徳川領との境になる東海道南近江までを一挙に紹介しよう。箱根じゃ東西両軍が対峙したわね。うむ、ここの面々は小山軍議にも出てたし、関ヶ原本戦で裏切ったメインキャストだな。だわね。まずは駿河の中村和氏14万石、山内和豊6万石、堀尾義晴12万石、池田輝政15万石、田中義政10万石。東軍の先鋒を務めた尾張の福島正則24万石、古田重勝3万5千石。織田信長の命令で鉄鋼船を作った月水軍で有名な、月森隆3万5千石などがいる。なお、古田重勝は有名茶人の古田織部重勝と混同されやすいが、この重勝は同族ではあるが別人だ。へえ、そうなんだ。うむ。次に近江から大阪周辺では、長塚正家5万石、筒井貞次20万石、増田長盛20万石、京極高次6万石、小出秀政3万石、新城直頼3万石、脇坂康春3万3千石など、豊臣方の大名がずらりと並ぶ。ふむふむ。あとは奇襲に下がって、次は鹿氏宗2万石、堀内辻義3万石は有名な熊野水軍の大将で、実質的な石高は倍の6万石を超えていたという。堀内辻義ってあまり聞かない名前だけど、水軍なら後々官兵衛さんの役に立ちそうね。うむ。特に奇襲の熊野水軍は1185年の壇の浦の戦いに参加するなど、古くから遠洋航海に長けていた集団だ。1300年代の南北朝時代には南朝に味方し、九州の薩摩に上陸して北朝方の城を攻撃するなど、東海から九州までの広い地域を活動範囲にしていた。諸説あるが、この熊野水軍から枝分かれした雑賀水軍が1500年代後半頃に南西諸島の種子島から鉄砲を持ち帰り、本州に伝来させたとも言われているな。また奇襲で戦国最強の鉄砲傭兵団として勢力を誇った、陸の雑賀州や根頃州とも古くから深いつながりがあり、室町時代まで堀内家は熊野別当として、この両派を統括しながら、海運と交易で経済的に支えていた経緯もある。もっとも雑賀州や根頃州は、戦国末期に秀吉の奇襲征伐で壊滅させられ、中核の黒人州の大半が機能してしまった。あらら、残念。しかし今後、日本が海外進出する際にまとめて取り立てれば、かなり役立つ連中だろうな。なるほどね。じゃあ次は四国に行こう。まずは秀吉の不代家臣である生駒近政12万6千石、筑郎の八須賀正勝の嫡男の八須賀家政が18万石、秀吉の子飼いだった加藤義明らが10万石、小川助忠7万石、来島長近1万4千石、安国寺永慶6万石、豊臣秀長の元家臣だった藤堂高虎8万石、四国の雄と恐れられた長宗我部元親の嫡男、長宗我部盛親22万石などがいるな。なんかさ、盛親さんが豊臣方の大名に取り囲まれている感じね。うむ。ただ実際は藤堂高虎など、秀吉が死ぬとすぐに徳川に鞍替えした武将も多いな。
また関ヶ原前後になると豊臣恩子の大名の多くが東軍に通じ、寺家の生き残りを図ろうとしていた。やっぱ生きるか死ぬかだもんね。こりゃ厳しいわ。だな。さてと、次は近畿に行こう。まずは杉原長房3万石、宮部長房8万石、亀井これのり1万4千石、南条元忠6万石、木下重方2万石、赤松博道2万2千石、木下家貞は息子信俊の2万石も含め、4万5千石になる。あのさ、前から気になってたんだけど、木下って名字がかなり多いわね。なんでなの？ああ、木下な。それは前々回の動画でもちらっと紹介したが、天下を取った豊臣秀吉が、織田信長から北近江20万石をもらうまで、木下藤吉郎と名乗っていたからだな。つまりこの木下藤吉郎の頃に秀吉の家臣になった者が、木下の名字をどんどんもらい、木下と名乗ることになった。まあ、豊臣不代の家臣と言ってもいいだろう。なるほど。だから多いのか。ただし、安土桃山時代の末期まで木下姓を名乗り、大成した者はいないな。そうなの？うむ。例えばさっき紹介した木下家貞は秀吉の妻だったねねの実の兄で、秀吉には長年使え、もっと出世してもいいはずなのに結局2万5千石止まりだ。なんでゼロな、わしは精一杯やったのに。よほど武将としての才能がなかったのだろうな。だから秀吉も台風を授けなかった。実戦に影響するからな。あらら、かわいそう。また前回の動画で主役級だった小早川秀明は、この木下家貞の後なんで、一番の出世頭だが、子供の頃から叫びたりで秀吉の養子なのに、当時は武将の代名詞のような存在だった。しかも関ヶ原では家康と三成の間を往左往し、両方から利用されるなど、武将としての資質などは欠片もない。えへへ、難しいことはわからないけど、酒飲んでる時だけが楽しいんだよね。ほんと、ダメダメなやつね。他に6人いる家貞の息子たちも、中部で紹介した勝利、利房兄弟のほか、信利、利貞と、何人か大名待遇にされたが、結局、秀明以外はほとんど出世してないのだな。無念せ。あらら。まあ、秀吉の晩年に終わり罰を潰そうとしていた石田三成の政治工作があったのかもしれないが、そう考えてもひどすぎるな。なるほどね。よくわかったわ。おっとっと、また話がそれちまったぜ。ということで話を戻そう。まあ、近畿はあと何人もいないが、次は西軍の先鋒として活躍した宇多秀家57万石、最後に中国の覇者だった毛利輝元が120万石だが、これは毛利秀元17万石と吉川広家14万石など、一門に分与した領地も含んだ国高だな。ふむふむ。さて次は九州だが、ここはキリシタン大名や西軍に近い大名が多いな。例えば津島を擁する宗義俊の家は、古くから日本と朝鮮との交易の窓口的な役割を果たしていた大名家だ。また、西軍の主領級で、もともと堺の商人だった九州肥後21万石を擁する小西行長とは、古くから朝鮮交易を通じて親密な関係で、朝鮮出兵の際は日本と朝鮮の間で行われた外交交渉で、行長に多大な便宜を図った間柄でもあり、実は義俊は行長の娘婿なのだな。へぇ、血縁関係なんだ。うむ、商売絡みの持ちつ持たれつというのが本当で、簡単に言えば一蓮托生の間柄ってことだ。ふむふむ。まあ、それはともかく、津島は米の生産力がほぼなく、無高とされたが、朝鮮との海外交易を独占的に行い、昔から和光の大元締めとして有名だったこともあり、時の政権からは特別な大名家として珍重されていた。例えば秀吉は1587年の九州平定終了後、こういう歴史的な経緯も考慮して、総家を10万石の価格として遇しているな。なるほどね。貯水さんもこういうつながりは利用したいんじゃない？うむ。ただこの頃は朝鮮出兵がうまくいかず、宗家は失敗の責任を取らされることを恐れ、混乱している中央政界から遠ざかっていたそうだ。ただ、秀吉と家康が死に、女性が重商主義と海外進出を目論んでいると知れば、宗家は自分の利点を積極的にアピールしてくると思われる。何しろ一筋縄ではいかない、海戦山戦の大名だからな。なるほどね。さて、続きをやろう。次は女性の嫡男で御前中津を擁した黒田長政が12万5千石。他に寺沢広隆8万石、毛利勝信6万石、松浦静信6万石、女水の味方をした鍋島直茂31万石、その右隣が小早川秀明36万石だな。出た。さらに後藤澄春1万石、大村義明3万石、有馬春信4万石などなど、この辺りの小大名は、家図使いとつながりが深く、女水と今夜の大名が多い。ふむふむ。さて、お次は衰退著しい大友家を支えた宿老、高橋常雲の息子で、知遊兼備の武将として名を轟かせた立花宗茂の武勇伝を少しするかな。1581年、当時14歳だった立花宗茂は同じく大友家の中心で、名将の誉れ高い別姫秋貫こと、立花同説3万石の婿養子となる。そして名を別姫宗虎と改め、同説の娘で後継ぎの銀千代と結婚したのだ。
べっき銀千代って戦国時代では珍しい女城主でしょ。なんか武将列伝見たくなってきたわね。あと、宗茂が長男で婿養子に出るっていうのも、めっちゃ珍しいとかって話だけど。よく知ってるな。普通戦国武将の家督は男子に継承されるのが普通だったが、同説には女の銀千代しか生まれず。どうしても自分の血筋に後を継がせたいという思いから銀千代を後継ぎに定めたらしい。そして無二の盟友だった高橋常雲の嫡男、宗茂を婿養子にして銀千代と結婚させることで、両家の結束をより強くしたいという思惑があったらしいな。ふむふむ。当然だがこの婿入りは揉めに揉めた。しかし最後は同説が常雲を時に時、押し切る形で実現したと言われているな。つまり老いた同説、当時は68歳だったが、若い宗茂にそれだけ大きな期待をかけていたってことだ。なるほどねー。父上様、お初にお目にかかります。どうぞよろしくお願いいたします。この二人は年回りから言うと祖父と孫ぐらいの年齢差がある。なので同説と宗茂の間には面白いエピソードがいろいろとあるのだな。へえ、そうなんだ。例えばある日の食前に小骨の多い魚が登り、同説の前で宗茂がその小骨を箸で熱心に取り分けていると、うわぁ、骨が多くてやだなぁ、全然食べるところがないや。この前南蛮寺に行った時に出たローストポークはうまかったなぁ。また食べたいなぁ。いやこのうつけめ、武士がそのようなことでどうするか、魚など頭からかぶりついて、骨もバリバリと噛み砕け。と、一喝されたという。うわぁ。また宗茂が同説の友をして山道を歩き、足の裏に栗の絵が、つまり栗の棘が刺さったことがあった。うわ、言ってぇ、おい、ゆふ。早くこれを抜いてくれ。と、同説の重心で、近くにいたユフコレノブに頼むと、ユフは黙ってその栗の絵画を持ち、逆に宗茂の足の裏に、ぐいっと押し付けたという。うらぁ、何すんだ、いてぇ。実はこれ、同説からの指示だったのだな。てか、これって完全に児童虐待じゃん、許せない。まあ、現代の感覚ではそうなのだが、裏に深刻な事情があったのだな。それってどういう意味？これより数年前の大友家ってのは、九州では最大の勢力を誇っていたキリシタン大名だった。1578年には島津家に蹂躙され、空国になっていた日向に侵攻し、耳川の戦いという大海戦で島津家を滅ぼすべく、大友宗麟が総勢4万の大軍勢と共に、総大将で出陣したのだが。なんとこれが決定的な大敗北となり、有能な配下の多くが討ち死にし、勢いに乗った島津家は肥後の相良家を滅ぼし、同時に日向一国の支配権も手に入れてしまう。これやっべえ、同説の言った通りになったじゃん。あらら、かわいそう。影響はそれだけにとどまらず、それまで大友家が保持していた九州の支配権を事実上失った上に、形勢不利と見た味方が次々と有造寺に寝返ってしまうのだな。同説はこの大海戦にも反対したのだが、主君の宗麟は耳を貸さず、十分に戦機が熟さないまま、強引に戦いへ踏み切ってしまったのが大敗北の原因と言われている。おまけにこの海戦で兄弟になった島津家と有造寺家が、歩調を合わせずに方向から攻め寄り、大友家はほとんど滅亡の危機に瀕していた。こりゃ、相当まずいわね。だから同説は宗茂の心身を鍛え、早く大友家の忠誠になるような強い武将に育てたかったのだろう。そもそも栗の伊賀が足の裏に刺さるなんていうのは自分の注意力のなさが招いたことで、戦国武将としては致命的な失敗につながる恐れがある。逆に魚の小骨のようなどうでもいいことに過度に集中し、周囲への警戒心が損なわれるのは、戦国武将として非常にあるまじきことだ。いやー、でもさ、それって過酷すぎるわ。そこまでしなきゃダメなの？まあ、同説も同説の家臣たちもそこまでしなきゃダメって思ったから、こうしたのだろうな。なぜなら立花同説は大友家の宿老で、大友宗麟から軍配を預かり、大将として戦に出ることが非常に多かった。しかし大将たる者は戦場で多くの家臣を統率して意のままに操り、戦況を一瞬で読み取りつつ、戦機を逃さず戦うことが要求される。逆にそれをうまくできなければ、即座に主家の滅亡につながるのだな。同説や配下の家臣たちは多くの戦いの中で、それを嫌というほど知っていたのだろう。だから未熟な宗茂を有能な指揮官に育てるべく、厳しく教育したのだ。大将の道は大変なのね。まあ、こういう同説たちの軍刀もあり、立花宗茂は若くして自由権利の武将に育っていく。その後は養父の立花同説が戦場で病没したり、実父の高橋将雲が筑前に攻め込んだ島津軍と岩屋城で対峙し、大激戦の末に切腹して果てるなど、大友家の末運が続いた。お父さんが、ひどい。しかし奮撃した宗茂はあくまで屈せず、己島津め、許せぬ。
九州制覇を目指す島津軍と対峙して逆に追撃をかけ、数百機を撃ち取るなどの武功を挙げつつ、大友家の首相として粘り強く主家を支え続ける。皆の者、我に続け、敵は弱腰ぞ、ひるむな。そしてついに太閤秀吉の九州出兵で戦勢が逆転し、宗茂は島津攻めの戦法として抜群の武功を打ち立て、秀吉から筑後や長和で13万石を要する直参大名に取り立てられることになった。やったー。だな。さて、寄り道もこれぐらいでいいだろう。あとは九州の紹介を一気に終わらせるぜ。他に北九州では毛利秀兼13万石、大田和義6万石、福原直隆6万石、中川秀成7万石、毛利高政10万石などがいる。お次は女水の味方をした猛将加藤清正は19万5千石、さっき紹介した小西行長が21万石だ。ちょっと下がって秋月種長3万石と高橋元種5万石がいるが、この二人は実の兄弟で、暴虐を好むくせ者として評判だな。ふむふむ。さらに南へ下り、相良より草2万石、伊藤助高5万7千石、そして島津義弘60万石で終了となる。ふぅー。いやいや疲れた。うぷ主もこれは二度とやりたくないって言ってたな。二人ともお疲れ様ね。まあ、これで終わりにしたいところだが、これから論功交渉が待っている。そうだったわね。あと、さっきも言ったが、もしも万石ヶ原の戦いの経過を詳しく知りたい人は、前回のもしも関ヶ原の戦いで徳川家康が負けていたら、後編を確認してもらいたい。ただし、国高などは今回の動画と相当違っていると思うけどな。ほんと、いい加減だわ。だよな。なお、今回はわかりやすくするために、白地図の状態から論考する大名を個別に表示して、その後の処分、つまり改易や加増などの論考結果を再表示したいと思う。確かにごちゃごちゃしてわかりにくいもんね。うむ。うぷ主としてはこれでもかなりわかりやすくしたつもりらしいが、一度に大量の大名を表示すると、何が何だかわからなくなる。また、PC のマシンスペック的にも、一斉表示は無理だという判断らしいな。僕には、無理だ。なるほど、そういう裏事情もあるのね。うむ。じゃあ始めるか。最初は関ヶ原の本戦で戦い、西軍に討ち取られて領土が消滅した大名たちだ。まず東軍先鋒の福島正則20万石、田中義政10万石、堀尾忠氏12万石らが改易。横に行って京極高次10万石、金森長近4万石、細川忠興18万石、亀井これのり1万4千石も改易だ。次は四国だが、加藤義明10万石と、東道高虎8万石が改易。そして九州の寺沢広隆8万石も改易となる。てかさ、これっておかしくない？東軍型なんだから討ち死にしても、普通はその子孫や血縁者に領地が相続されるんじゃないの？確かにおかしいよな。しかし徳川家にしてみれば、これらの大名家は旧豊臣型で、潜在的な敵とも言えるし、天下を取った女水にとっては、すごく邪魔な存在なのだな。ほんと、邪魔。この点を女水は徳川秀忠と直談判し、関ヶ原大崩れの責任を取らせる形で、彼らを全部改易にしてしまったのだ。何しろ総大将の家康が戦死してるからな。この部分を女水が意図的に煽ったので、話がうまくまとまった。勘兵衛さん、黒すぎるわ。だよな。さて次は結城秀康と激突し、箱根の最終決戦で消滅した大名たちだ。まず西軍の総帥だった石田三成19万石が自害。大谷義次5万石は乱戦の中で討ち死に。長塚正家5万石も自害だな。そして西軍の主力だった浮田秀家59万石も自害している。ほんと、悲惨すぎるわ。他に主要級では暗黒寺永慶6万石が打ち首。九州の小西行長21万石も、捕らえられて打ち首になったが、さっき紹介した立花宗茂や島津義弘は劣勢をものともせず、戦場を中央突破してから雲脱出。九州まで逃げ延びたので不問に処し、領土を安堵した。やっぱ、さすがだわ。まあ、島津家は九州攻略で女水に寝返り、天下取りに貢献した借りもあるしな。宗茂については慶長の駅で、わずかな期間だが一緒に戦った経緯もあり、女水も宗茂の能力を高く買っていたため、後々配下にしたかったのだな。なるほどねー。さてと、お次は関ヶ原崩れの原因を作った小早川秀明36万石の処遇だが、改易の上、八丈島に流罪とした。これなんで？普通は打ち首じゃないの？まあ、そうなんだが、秀明は武将としての能力が低く、殺さなくてもいいだろうという結論になったのだな。それに秀明が参戦したおかげで東軍が大崩壊して戦いが長期化し、ある意味では女水の天下取りを助けてくれた恩がある。あと、もともと秀明が小早川家に養子入りする口利きも、実は女水が行い。朝鮮出兵の慶長の役では、秀明の軍官として陣立てや軍略を指導したこともあり、二人は意外と親しい間柄なんだよな。なるほど。そういう経緯があるのか。すまんのう。いつか呼び戻してやるからな。女水のおじさん、頼むよー。
そんな日が来るかしらね。だな。